ていうのを知ってもらうというところが今日のゴールの目的かなと考えております。高い位置でおんぶしてたら振り返ったらお子さんの顔見えるぐらいの位置にお顔があるので、ここで肩越しにお話をして大丈夫やなって安心させたりものなんですけれども、肩ベルトを肩にかけどのようなものが必要かなっていう講座もいろんなところでさせていただいております。こんなことしたらあかん。もし赤ちゃん人形の膝から下がこんな風に入ってしまってるところがあったら膝下は出してあげてください。赤ちゃんの上から上着を羽織ります。ここでよいしょ、ダブルノット2回ぐるりとしっかりくくってあげてください。ここで膝から腰に膝の方が上がります。で、高さをしっかり上げてかさ増しして赤ちゃんのお顔が見える位置で赤ちゃんのお顔は前に。抱いてあげて、で、こう抱えて走ってみるっていう感じですね。